国を離れた日のことはよく覚えています。18歳の私は、田舎娘の私が東京に着いた時の驚きはいかばかりだったか。初めて女中奉公に上がったのは本郷にある小説家。じゃああなたのこと滝ちゃんって呼ぶわね。私はあの頃のウキウキした奥様たちとの日々を思い出すと楽しくなるのです。万歳万歳。来て、早く早く。今度うちの会社のデザイン部で採用した板倉庄司君だ。今来たお客さん素敵よ。いい雰囲気なの。下宿で見かけたことがあるというのです。旦那様や坊ちゃんに知られたりしたら大変なことになります。板倉さんの下宿のご主人は。私お待ちしてますからってそう申し上げて。